県議会議員も誰も一人も知らない、部も知らない、これがもう詰めの段階に入っているということを発言したことが大きな実は問題なんですよ。12日、川勝知事は県商工会議所連合会との会談で、三島市を拠点に東アジア文化都市の継承施設を置きたいなどと発言。翌日の県議会でアイデアに過ぎず何も決まっていないのが現状などと説明しましたが、最大会派の自民改革会議からは内容が具体的で不穏当な発言だとする声が上がりました。これを受け開かれた文化観光委員会では、単なる案ではなくて実際に実務ベースで進んでいることですね。まあ、局としてはですね、まだ検討できる環境には至っていないと、そのように認識をしていたところでございます。それから土地につきましては、経営管理部の方で、まあ、いろいろと情報の収集を、してはおりますけれども、正式に決まったものではないと、聞いております。委員からは他にも東アジア文化都市のレガシーの継承が本当に必要なのかと指摘する声も上がりました。スポーツ文化観光部の方では把握できていない部分というのがあろうかと思いますので、そこはまた総務委員会の方で審議していただきたいなと思っております。25日の総務委員会では用地などについて質疑が行われる見通しです。では